排位子塩水角、またはトールマンコーンアングルとは、排位子のかさだかさの指標となるパラメーターである。デュポンの研究員であった、チャドウィック・トールマンによって導入された。排位子塩水角は、頂点の金属と塩水の周りの水素原子とで、形成する立体角によって定義される。一般に、第三級、ホスフィン排位子がこのパラメーターによって分類されるが、 他の排子にも応用されている。排子の大きさによって、中心金属の反応性に影響を及ぼすため、塩水核の概念は均一系触媒の研究において重要なものである。例えば、ヒドロホルミル化触媒の選択性は、排子の大きさが強く影響する。トールマン、CA、ステリック f ツオブホスファースリガンズイン、オーグパーノマタリック、 ケミストリーホモジニアスキャタリシス。ケン、レブ、77、313から48、ドイ 10. 10、10.1021、CR6307A002。ありがとうございます。